北郷久直は、江戸時代前期の薩摩藩士。北郷氏十五代当主。源奈三年、島津家久の四、男として、鹿児島で生まれる。寛永元年、兄、光久らと共に、江戸に移り、人質となる。寛永八年、光久、弟忠則と共に、将軍、徳川家光の前にて元服。また大御保所、徳川秀忠に拝謁。 刀などの配領とともに、従五位した、四季部大輔に任官される。市販の当主でもなく、この当時着難の実定という立場でしかない人物が、幕府より公式の官位と役職をもらうのは、異例の扱いであった。当初は、垂水島津家の島津久都氏の養子氏となっていた。寛永10年に、北郷忠明が江戸で隠しすると、家久は、以前から、 北豪家に含むところがあったことに加え、北豪家が、鹿児島藩一の大量を持つ分家であったことに目をつけ、自分の公用子として送り込むことにより北豪家の取り込みを図ろうとし、最も長愛していた次男の忠明を、北豪家の当主に据えようと格索した。ところが忠明の実母が強行に反対したため断念、代わりに、久直が北豪家の養子となることになった。ただし、 この養子縁組には当然北郷家からは強い反発があり、久直は忠明の姉婿となって北郷家の名目を立てる形で後を継いだ。寛永11年10月には都の城に移っている。翌年にはまた人質となって江戸に向かっている。久直は実刑で二大藩主の光久と良好な関係を築き、たびたび人質となって滞在した江戸では、 松平信綱や堺忠勝らの老中とやりとりするなど、薩摩藩重心としても、貢献ようやく、島津宗家と北郷家との対立も収まるかと思えたが、官営18年、鹿児島にて25歳で死去した。子供には、娘の千代松一人しかおらず、対立が最年化することとなった。久直は、幼少より人質となり、江戸に滞在することが多く、 北豪家を相続してからも兄、三久の代理人として、鹿児島城にいることが多かったため、ほとんど都の城には住んでいなかったとされる。ありがとうございます。